もとにちゃんです。今日はですね、私の夏のインナー事情を皆さんにご紹介したいなと思います。いやー、だんだんね、本格的な夏がやってまいりまして、まあ皆さんがね、どんな系統を着るかは分かりませんが、露出がね、多くなってくると思うんですよ。でね、今日見てもらったら分かる通り、私ね、大体ね、こういうちょっとインナーに羽織物を羽織ったりとか、あとはまあ T シャツの時とかでも白とかが多いので、結構透けるお洋服を着てることが多いんですね。そういう時にやっぱりね、着るのが肌見せインナーやと思うんやけど、私のね、今回お気に入りのものね、すべて用意したので、それを一つずつご紹介できたらなと思います。それでは最後まで見ていってお花虫ってことで、早速ね、インナー事情をね、まあご紹介していくんですけど、私こういう格好の方が結構珍しいんですよね。動画見てくださってる方はわかると思うんですけど、基本的に私はガーリーなものが好きなので、大人カジュアルっていうのはね、去年の夏ぐらいからまあ取り入れ始めたというか、まあ年齢的にも挑戦してみたいなと思うコーデだったので、いろいろねお洋服を集めている途中でございます。で、特にやっぱ髪を切ったことによって、ガーリーからちょっとボーイッシュな感じのその見た目にもなったので、なんか大人っぽいカジュアル系統のお洋服もどんどん挑戦していきたいなと思って、特に夏はよく着ているコーデでございます。でね、そういうまあコーデをするときに必需品となるのがやっぱね、肌見せインナーなんですよ。でね、今回はたくさん私がよく使っているかつおすすめのものをね、一つずつご紹介していきたいなと思います。じゃあまず一つ目はですね、私が今着ているこちらのフーズフーチコのカップ付きインナーでございます。これはですね、ちょうどね、最近買ったばっかりなんですけど、めちゃくちゃ一目惚れして買いました。ちょっとね、露出が高めなので、ちょっと隠しながらお見せするんですけど、ここはね、ダブルの紐になっている感じのやつで、でこれね、後ろがね、結構バックリ開いてるんですよ。シースルーのシャツとか着る方は、ほんとこのね、バッグめちゃくちゃ可愛いよ。まあ私はね、あの背中にそこまで自信がないのでバーンって見せて着ることはないんやけど、まあでもやっぱりこういうちょっとストライプのシャツとか今年すごく流行ってるので、そういう時に合わせて着るのが可愛いなって思いました。で、このね、フーズフーチコのカップ付きインナーは結構 V になってるものとかもあったんですけど、私はこのこういうまっすぐになっているキャミソール系というかタンクトップ系がすごく好きなんですよ。でね、なんで好きかっていうと、あのね、もう見てもらった通り、私あのすごく貧相なんですね。はい、もうグラマラスな体ではないんですよ。 V だとそれこそすっごい谷間が強調されるというか、もう私みたいにのぺーってしてるタイプは余計にこうなんか女性らしく見えないんですね。まあ、なんですけど、これだとこういう風にまっすぐになっているので、多少この辺露出しつつも、まあ、そこまでいやらしくないように着れるのでおすすめでございます。でね、このフーズフーのやつはまちょっとカパカパするんよこうやった時とかは、あの私みたいなタイプの方は結構ね、スカスカすると思います。だけどアンダーの部分が割としっかりゴムが入っているので、そう、なんかこのポローンみたいな現象はないと思います。何の話してんねんってな。でもね、結構ゆったり着れるし、その胸の締め付け感とかも全然ないので、家でね、1枚で過ごすのにもいいなと思って私は買いました。ちょっとね、この脇の部分とかもやっぱり私はね、貧相なので割とスカスカはしているのですが、まあこうやってシャツ着るなり、それこそまあシースルー系のトップスと合わせるのにはそこまで目立たないかなと思うので気に入っております。まああの真っ白というより、ちょっときなりというかアイボリー感があるので、こういうね、カラーもの持ってきてもめちゃくちゃマッチするのでおすすめです。ではお次もね、見えてもいいかなシリーズでございます。これはね、もう何年も着てるから、もしかしたら同じ形ではないし、ちょっともう汚いから遠目で見せたいんですけど、これはね、 GU のカップ付きインナーでございます。去年とか一昨年ぐらいとか、ちょうどこのレースがついたカップ付きインナーがプチプラでも出始めて、めちゃくちゃ重宝しております。このね、 GU のやつもここがね、こうまっすぐになっているタイプで、まあ、ちょっとラウンド型にはなってるんですけど、こうほんとピタッと密着してくれる感じでめちゃくちゃ気に入ってます。やっぱりね、こう何を言っても肩にこういうレースがついているので、ちょっとこう胸元が空いている感じの T シャツとかブラウスとか着ても、なんかこのなんていうのかな、あのブラジャーの紐が見えるよりはいやらしくなくて使いやすいかなと思います。基本的にやっぱ私はホワイト系の洋服がもう春夏秋冬で一番多いので、透けて
ててもあんまりこうインナー着てますっていう感じで目立たない色が好きなので、だいたい白かグレーかベージュを私はインナーで選ぶことが多いです。はい、ということでね、ちょっともう白の方に関してはもうそろそろ買い替え時やなっていうぐらいボロボロなんですけど、こちらのね GU のやつめちゃくちゃ気に入っております。で、もう一個ねフリルインナー持ってまして、こちらですね、これはですねユニクロのものでございます。これはねもう今までと全然違って完全に V ネックのインナーになってます。これはそのこういうそのシャツとか着る時じゃなくて、さっきも言った通りこう透けてる系のお洋服、まあワンピースの下とかに着ることが多いかなと思います。まあ胸元はちょっとレースでこう女の子っぽく見えるんですけど、このね下の部分はインナー生地なので、なんかこうお洋服に一番響くことがないので気に入っております。で、私はねそのカップ付きインナーで、どちらかといえばこういうインナーに完全にカップが付いてるものが好きなんですよ。やっぱりねどうしてもプチプラは特にこのねカップが完全に入ってるやつ、まあ、取り外しが可能っていうのはいいかもしれないんですけど、あのタイプは洗濯したら絶対飛んでいくし、結構ねあの私的にこうボロボロになるリスクがあっちの方が高いので、まあ、完全にね付いてるものが好きでございます。さっきの GU のやつも完全に付いてるものですね。このねフーズフーチコのやつは取り外し可能のものでございます。このねカップを取ってから普通にまあブラとかの上から着ても着れるので、プチプラに比べたらねちょっと値段するんですけど、まあ、こっちはこっちのねメリットがすごくあるんですよ。本当にね私カップ付きインナー好きすぎてもういろいろ研究したよマジで。まあ、とりあえずこちらがユニクロのものでございました。あ、そうそう、あとねこれはやっぱ胸元がすごく空いてるお洋服の時とかはあのインナーが見えることないので、やっぱ V ネックはねそれがメリットかなと思います。おすすめです。次はまあこれも、まあ、カップ付きインナーなんですけど、まあ、これはねもう普通にシンプルにおすすめです。こちらもユニクロのなんですけど、あのねここのね生地がエアリズムになってるんですよ。これがねめちゃくちゃいい。やっぱ私基本的に夏はもうほぼほぼこういう露出が多くなくてもカップ付きインナーを使ってることが多いので、もうねほんま尋常じゃないぐらい外おった汗かくんや、もう背中とかもサラサラしてる感じのインナーがいいので、その面ではねこれはねめちゃくちゃ気に入ってます。まあ、完全にどちらかといえば下着っていう感じなので見せて着るもんではないんですけど、このグレーとブラウンの2色持っております。これは本当に愛用してる。結構 T シャツとか着るときはこういうのをね着ております。そう、とにかくねもう汗かくから、やっぱりなんかどんな時でも夏はできるだけこうインナーをサラッとしたものが着たくて、こういうものも着てますよという、まあこれはちょっとおまけみたいな感じでございましたが、こちらも好きです。では次はタンクトップをご紹介するんですけど、これはねもう全然カップとかついてないのでブラの上から着るインナーでございます。じゃあまず一つ目はですねこちらです。はい、こちらはカスタネのタンクトップでございます。もうこれはね結構購入品とかの動画でも何回も言ってるかもしれないんですけど、もうカスタネのタンクトップはめちゃくちゃおすすめです。特にやっぱりこういう羽織系のものが多い人はマジでおすすめです。ねこっちのインナーはこれちょっと服袋に入ってたものなので、まあこれは普通に買ったものなので今日はこっちをメインでご紹介します。まあ普通のタンクトップなんですけど、リブがねしっかり入ってて伸縮性もあって、なんかね素材もむちゃくちゃ気持ちよくてお気に入りポイントでございます。このタンクトップインナーはなんとこっちの面で着ることもできるし、こっちの面で着ることもできます。なのでね本当にねこのね2パターンが使えるっていうのがもうめちゃくちゃ重宝しております。こっちだとやっぱ私みたいなタイプって結構胸元危なくなるんですよ。まあ、なのでチラ見せしたい時とかは結構こっち側使うことが多いんですけど、こういうシャツとか着る時は絶対こっち向きで大体使っております。上からになっちゃうんですけどこんな感じですね。あの本当にねこの胸元がやっぱいやらしくないんですけど、まあ、タンクトップなのでこうシースルーとかのブラウスとかと合わせるとめちゃくちゃ涼しく大人カジュアルコーデをね作ることができるのでマジでおすすめ。今日みたいなこういうちょっとネックレスとかと合わせてもやっぱこういう首詰まってる部分可愛いし、あとこっち部分で着るとここはねちょっと空いてるので、それこそ背中がね少し空いてるんですよ。それこそシースルーとかのやつにするとちょっとなんかセクシーな感じでなんか色っぽい夏ができていいんじゃない。本当にこれは買ってよかった。インナーとしてだけやったら高って思うかもしれんのやけど、でもさもう2パターン使えるのもやっぱいいし、もうねすっごい長持ちしてるから、こっちなんて福袋に入ってたやつでもうね何年着てる？しかも
も私の場合はこう夏だけじゃなくて冬もめっちゃ寒い時とかこれの上からヒートテックとか着たりしてたから、もう結構ね春夏秋冬使っているインナーなんですけど、くたびれる感じがないので年中使えるって考えたらめちゃくちゃコスパいいと思う。こっちのやつはね結構いろんなカラーあって、あとはボーダーとかもあるので、皆さんのねこのお洋服のこう種類とか、まあ、系統によって買うものが違うと思うんですけど、マジでこれはね1枚持ってて損なしでございます。はい、これがねカスタネのタンクトップで、最後にご紹介するのがちょっと今あるかどうかわかんないんですけど、こちら、これは GU のタンクトップでございます。これは割とそれこそ、ま、あの1枚で着ても全然大丈夫っていう感じのものでございます。なのでインナーというか、ま、お洋服に近いかなって思いました。これはね去年か一昨年買ったものやから、もしかしたらちょっと違って今年とか出てるかもしれないんですけど、やっぱね GU とかでこういうのが買えるのはすごくいいですよね。でね、これはねちょっと厚みがやっぱりあるので、そうやな、1枚で着るのがいいんかなこういうのってまあ私はねやっぱりシースルーブラウスとかと合わせることが多いのと、こういうちょっとザタンクトップっていう感じのは割とガーリーなお洋服でも合わせやすいので、こっちの方が結構タンクトップって感じがしてカジュアルなんですけど、こういうちょっとなんていうんだろうな、柔らかい感じ、伝え方難しいんやけど、カジュアルじゃなくても着れるようなタンクトップっていうのは一個持ってると、こういうのとかあったらちょっとなんか V とかになってる、それこそワンピースとかとも合わせやすいので、しかもプチプラで買えるっていうのはめちゃくちゃいいですね。これもお気に入りでございます。はい、ってことですね。これがね、まあ、他にもインナーあるんですけど、まあ、割とスタメンの私のカップ付きインナーでございました。いかがだったでしょうか？少しでもね、皆さんの夏のね、こういうインナー事情の参考になればなと思います。はい、ってことで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。